ウィーン国立歌劇場アドルフ・ヒトラーの絵画ではアドルフ・ヒトラーが描いた絵画について解説する。第二次世界大戦を引き起こしたナチスドイツの指導者であるアドルフ・ヒトラーは政治家であると同時に画家でもあった。ヒトラーは何百点という作品を描き、ウィーン時代には絵やポストカードを売りに出してはここをしのいだ。多くの作品が第二次世界大戦後に発見され、 オークションにかけられたものは数万ドルの値がついた。それ以外にアメリカ軍が接収した作品もあり、それらは戦後もアメリカ政府によって保有されたままである。ヒトラーが描く建築物は綿密に計算されたかのように表現されている。しかし彼の作風そのものは先行する作家から影響を受けてそれを深めたというよりも19世紀やそれ以前の 巨匠の模倣に終始している。美術史上の潮流をいくつも取り入れ総合したというのが彼の誇りであったが、実際に描くのはもっぱら典型的な古典主義やイタリアルネサンス、新古典主義的な作品であった。そうした時代の画家たちのテクニックやわかりやすいシンボリズムをヒトラーは好んだ。ルドルフ・フォン・アルトはヒトラー曰く彼にとっての偉大な教師であった。 両者のテーマや色使いは似通っているが、少なくともあるとは、幻想的な風景を描きながら、同時に、自然や、周辺の素材、建築物ではなく、にも、関心を払っていた。ヒトラーの自伝でもある、我が闘争には、若き日の彼が、プロの芸術家を志し、ウィーン美術アカデミーを受験するが失敗して夢破れる、姿が描かれている。 ヒトラーは1907年と1908年の二度に渡って試験を受け、そして落第している。最初の年は予備試験には合格していた。これは聖書などから取った有名な場面の絵を2枚描くというもので1枚につき3時間ずつ時間が与えられた。本試験は試験官にあらかじめ用意した作品集を提出するというものだった。ヒトラーの絵には 東部、デッサンが少なすぎるという寸評が記録に残っている。そうじて教授たちからは、海外よりも建築の分野で才能を発揮すべきであると判断された。その一人からは、彼の結果に同情されるとともに、それなりの才能があることは認められ、建築学科のある学校を受けることを勧められもした。しかし、そのためにはヒトラーがドロップアウトした。 中等学校に戻らねばならなかったであろうし、それは彼の望むところではなかった。後年、ヒトラーがウィーンの風景を描いたポストカードを作っては、売りさばく時には芸術家たちの集うミュンヘンのカフェによく通ったものだった。大御所の作家が自分にプロの画家として身を立てる手助けをしてくれるのではという期待を胸にしていたものの、その希望が果たされることはなかった。 1939年8月、第二次世界大戦が勃発する直前にヒトラーとイギリス外交官のネビル・ヘンダーソンの間で交わされた会話によると、ヒトラーは、私は政治家ではなく芸術家だ。ポーランドの問題が片付いたら、芸術家として人生を全うしたいものだと語っていたという。聖母マリアと聖なる子。 イエス・キリスト1908年から1913年まで、ヒトラーは生活のためにポストカードを作ったり、家屋の絵を描いていた。1910年、21歳の時には初めて、自画像も描いている。1945年に、アメリカ陸軍の総長、ウィリー・マッケナが、この絵を含めた12作品をドイツのエッセンで発見した。 オーストリアの商売人であったサミュエル・モルゲンシュテルンは青年、ヒトラーのビジネスパートナーでもあり、彼の作品を数多く購入している。モルゲンシュテルンによると、ヒトラーが初めて彼のガラス商店を訪ねてきたのは1910年代の初めであった。この時ヒトラーは3枚の絵を売りに出そうとしたという。モルゲンシュテルンは常連客の名簿を作っており、後にこのリストを通じて、 若きヒトラーの絵を購入した人々の所在が分かった。買い手の多くがユダヤ人であった。ヨセフ・フェイン・ゴールドという名の弁護士は、モルゲンシュテルンの大事な顧客の一人だったが、ヒトラーの描いたかつてのウィーンの風景画を続けて購入している。1914年、25歳のヒトラーが第一次世界大戦に従軍した時は、前線まで自分の絵を持ち歩き、 空いた時間に絵を描いて過ごした。この時期に描かれた作品群を最後にヒトラーは政治家としての人生を歩み始めることになる。戦時中の作品のテーマは農村の家屋や救護施設などであった。湖のほとりの家陸軍選手センターに保管されているヒトラーの写真家であったハインリヒホフマン所有の水彩画プライス対アメリカ合衆国事件でも言及された。 第二次世界大戦が終結すると、アメリカ軍はヒトラーの絵画を大量に接収した。作品はその他の捕獲品とともにアメリカに持ち帰られたが、アメリカ政府は現代に至るまでその公開を拒んでいる。一方で、個人像のまま接収を免れたものもあり、2000年代には何十点もの作品がオークションで売却された。 A シュロップシャーのオークション会社マロックスによって2009年には15枚のヒトラー作品が競売にかけられ合わせて97,672ポンドで売却された。同年ラドローズでも13作品がオークションに出され合計で10万ポンド以上の値がついている。2012年にスロバキアで開催されたオークションでは1枚の ミクストメディア作品が3万2000ユーロで売却された。2014年11月、ミュンヘンの古い役所を描いた水彩画はニュルンベルクのアイトラーによるオークションで13万ユーロの値がついた。この絵には、売り渡し賞とアルベルト・ボルマンの署名が入った書簡がついていたことが落札価格を押し上げる要因になったとも考えられる。2017年7月には、 数の少ない油絵もマロックスで競売にかけられている。そのうちの一枚は湖のほとりの家を描いたものだった。路傍の危険究者の推計によるとヒトラーがその生涯で完成させた作品は300点程度しかない。しかし彼は我が闘争においてウィーン時代には1日2枚から3枚の絵を描いていたと述べている。ウィーンで過ごした 数年の間についたにつき一枚の絵を描いたとしても、その数は優に600点を超える。ベーター・ヤーンはおそらくヒトラーの芸術作品について最も知識を有する人間だが、彼はヒトラーに二度インタビューをしたことがあるという。ヒトラーが語ったところでは、ウィーンとミューン編の6年間、1908年から1914年までに1000枚を超え例を描いた。 そのうちの数枚は油絵だった。ヤーンはヒトラーが1938年にオーストリーを併合する前にエルンストシュルテ・ストラートハウスからヒトラーの絵を回収する仕事を任命された人間の一人である。ストラートハウスは1936年にヒトラーの命を受け、彼は1907年から1912年、1921年から1922年に 描いた絵の所在を突き止め、買い取っていた。ヤーンは、兵役で召集されるまで、ヒトラーの初期作品を追跡する仕事を4年近く、続けた。1937年には、ウィンにあったドイツ大使館のアートコンサルタントになると、ヒトラーの作品を所有する人間を探し、それを購入する仕事を再開した。おそらくこの仕事は、その大部分を破棄するためのものであったと言われている。 その後、ヤーンはおよそ18点という最大規模のヒトラーコレクションを売りに出すのだが、彼はそれぞれに平均して5万ドルの値をつけている。米マサチューセッツ州ネーティックの第二次世界大戦博物館に収蔵されているヒトラー作品は民間のコレクションとしては12を争うほど充実した内容である。ウィーン美術アカデミー所有のヒトラー作品を鑑賞したジョン・ガンサーは、 どれも単調で、リズムも精細も感情も、物質世界を超える、想像力もない。ただの建築家のスケッチだ。骨を折りながらも正確な図面を描いている。それ以上ではない。ウィーンの教授陣が建築学校に行け、ファインアートは見込みがないから諦めろと言ったのも不思議はないと語っている。ある現代美術評論家は、ヒトラーの絵を誰が描いたか伏せた状態で批評を、 求められ、とても素晴らしいと認めた。一方で、作風は異なるもののやはりヒトラーが描いた人物画については、作者が人間に全く興味がないことがわかるという評価だった。フラテ・リア・リナー・リ社のヒトラーの水彩画という題の本によれば、その作品には表現主義特有の陰鬱さがある。ミュンヘンのアルター・ホーフ中庭ミュンヘンのアルター・ホーフ中庭は,は、 アドルフ・ヒトラーの作品の一つで、広い上官と石畳の庭を描いている。ミュンヘン時代のヒトラーは、芸術家として自立する夢を抱きながら、もっぱらついたちを読書と絵画の制作に費やしていた。主に描いていたのは、水彩画で、彼がこの技法を用いていたのは、絵と建築への愛を同時に表現するためだった。作品を見れば、建物を厳密な線で描写する水彩の表現と、 技術が伝わってくるが、画面の左手には、それと対象をなすように柔らかな線の木が立っている。学者のチャールズ・スナイダーによれば、ヒトラーの水彩画の多くが、水と緑に囲まれた、質素な建物には最新の注意が払われている。が、重要なのは、その建築物だけなのだ。植物、とりわけ木々の葉っぱに注目してみるといい。大抵この葉は絵の具がただ塗りたくられているか、 まだらになっているかで、正確性であったり写実性への関心は、ほとんどない。ただ描きたいものの、枠として描かれているのである。日本のコノマには、小さな噴水が、極めて正確に描かれている。この絵をはじめとした何点かの作品が、米ワシントンの陸軍戦士センター地下に収蔵されているが、その物議を醸す性質から、一般公開はされたことがない。ありがとうございます。